簡単に自己紹介からお願いしてもいいですか。はい、長崎在住の勝木友と申します。年齢は35歳になります。多発性硬化症の疑いで、4年前に入院して、まだ疑いのまま退院してるんですけども、症状はまだ未だに残っております。先日の8月の19日に大麻取締法違反で逮捕され、11月の19日に、判決で、懲役2年6ヶ月執行猶予3年ということで、出てきました。お疲れ様です、はい、その説は。お疲れ様です。多発性硬化症ってね、はい、神経の自己免疫の病気で、はい、自分の免疫の細胞が脳とか脊髄っていうのを攻撃してしまう、はい、特定疾患ってやつですよね。そうですね。なんで、非常に珍しい病気で、なかなかその治療法が、ね、少ないということなんですけれども、はいはい、でそれに対して猶予大麻っていうのは、はい、アメリカとかヨーロッパの国では割と一般的に使われているっていう、はい、ここ、はい、そういうこともご存知だったんですかね。そうですね、そういう病気だろうってことで入院中いろいろインターネットで調べたりとかしたら、海外ではごく普通にこう治療目的として使われているよと、多発性硬化症に対して、うん、なんですごく興味があって、で入院中のその治療だと、そのステロイドパルスの治療とかで結構辛かったので、じゃない治療何かないかなと思って、ちょっとこう退院後にこう大麻を抑止をするようになったってことですね。そもそもその病気はどんな症状があったんですかね。最初は右半身のしびれから始まって、最初診察した病院では脳梗塞を疑われたんですね、うんうんうん、で脳梗塞を疑われて、軽い脳梗塞って話だったんですけど、こう日に日にこうどんどんなんかこう悪くなっていってるんですよね。あ、なるほど。なんか最初しびれだけだったんですけど、今度手が動かなくなってきた、足が動かなくなってきた、今度ろれつが回らなくなってきたっていうので、うこれはちょっと違うでしょうってことで、別の病院で、診察したら癌かもしれないみたいな、頭の腫瘍、ね、腫瘍かもしれないって言われて、でさらに、大きな病院を紹介されて、そっちで入院するっていう形になって、入院中に、脱髄疾患、多発性硬化症じゃなかろうかっていうことになって、それでももう、ステロイドパルスをある程度やったらもうこれ以上の処置はないので、もう退院してくださいってことで、もう退院後はもう経過観察ですって終わりました。バサッと切られました。なるほどですね。でそれで症状がまだステロイドパルスをやってもしびれ残ってるし、はい、はい、そうです。ということで、ちょっと退院やってみるかと、はい、そうです、いう感じでですね、はいはいはい、で使ってみてどうでした。いやもう本当に体が動きますね。おはい、動きます。びっくりするぐらい大麻をすると、あとすごくまず体がこわばりがなくなってリラックスして、手とか足の動きがすごく良くなりましたね。これは本当もうびっくりしました。僕自身もびっくりしました。で今実際にそのちょっと診察をしてみるとですね、はい、やっぱりねこう右半身はね筋肉のちょっとこわばりと麻痺が、はい、形成が出てると思います。で今はだから逮捕されたりしてやめてますよね、はい、やめるとやっぱりちょっと具合が、そうですね、今はやっぱり良くはないです。はい、タイマーやってた時の方がすごく健康的でした。全く今やってないんですけども、やっぱりしびれ感とか排尿がちょっとこう難しかったりとか、そういうのでちょっと逮捕される前の方がやっぱ健康的に過ごせてたんじゃないかなっては思ってます。うん、なるほどですね、はい、その多分多発性硬化症に伴う膀胱直腸障害っていうことになるんじゃないかなと思いますね、はいはい、でそういうのに対して実際にその海外ではサティベックスっていう名前のお薬がね、はい、病院でお医者さんから出るような状況になっているということはですね、広く知られていると。で実際その大麻をね使ってて逮捕されたってことなんですけど、どういった状況で自分で育てたりとかされてたんですか。そうです、自分で、一緒に友達と一緒にこう栽培してたんですけども、その友達とかもその大麻をこう必要としてて、正孝先生が昔なんか僕動画とかで見たんですけども、大麻をしてないとイライラしてしまうとか、あ、はいはい、そういう子も実際にいたし、あとうつの、それでちょっと入院してた子も仲間にはいて、うん、でも本当にもうタイマーを必要としてて、仲間で集まって栽培して吸って消化するみたいな感じ。なるほど、はい、じゃあみんなで栽培ある程度してたけども、はい、それをだから外に売って利益を出したりとかいうほどでは、そうですね、もう仲間うちです、全部その自家栽培して自家消費、もともと最初は買ってたんですよ、うん、売人さんから買ってたんですけども、結局そのお金が続かないと。そうですよね、高いと、やっぱり結構
金額がするので、それが積み重なっていってどんどんその経済的にこう よろしくないと、うんこう続かない、吸い続けていられないっていう状況だったので、なんでもう気軽にそのインターネットで種も買えるし、インターネットで道具も買える、インターネットでこう栽培方法とかも探せばすぐ見つかるので、もうそれで、まあ、一から種を買って栽培しようよっていう話で、まあ、栽培して収穫して自分たちで吸うよみたいないう流れでした。なるほどですね、はい。まあでもそういう感じので栽培してて逮捕されると、はい、いわゆる単純所持ではなくて、はい、栽培ということで、はい、若干その扱いが厳しくなるんじゃないかと思うんですけれども、裁判の時もあれですよね、はい、その病気の話をされたんですよね、はい、病気の話はしたんですけども、結果的に判決としては考慮されなかったです。まあなんかじゃあ裁判官はその病気と関係ないでしょ、はい、関係ないですって、っていう話でした。話というかもうそういう判決だったので、うん、量刑はどれぐらいだったんですか。量刑は2年、懲役2年6ヶ月ですね、はい、まあ執行猶予ついたんで、あ、まあ、執行猶予、はい、入れ3年ぐらいですね。よかったですね、それついてですね、執行猶予が、はい、まあギリギリのねところだったのかなって気はしますけれどもですね、はい、結構長崎では割と大きく報道された。はい、もう連日のように報道されてたみたいで、ちょうどですよね、はい、はい、伊勢谷さんが逮捕された。そうなんですよ、それで刑事さんにも言われたんですけど、まあそういうかぶりがあるから多分すごく報道されるよみたいな、うん、その伊勢谷さんの逮捕の何日か前に僕が逮捕されたんで、なんか熊本ではそれは多分流れてないので、はいはい、僕はですね、それこそ判決が出る1週間ぐらい前に、はい、テレビ長崎かなんかの方から連絡をいただいて、はいはい、まあ、この判決のタイミングで勝木さんのことを扱った本当にこれは悪いことなのかみたいな番組を作りたいということで、はい、このインタビュー取材のですね、はい、依頼が来て、でそれで初めて知って、まあ、調べたらまあこういうことが起きているということで、うん、まあ、割とポジティブな意見を私は言わせてもらって多分流れてると思うんですけれども、はい、ね、それ以外はやっぱりネガティブな報道が非常に多くて、はい、もう長崎市内でちょっともう活動しづらくなってますね。しづらいとかもうできないですね多分、はい、すごく狭い町なの で結果的にあれですよね、自分がやってたお店も畳むことになって、そうですね、はい、畳んで今は、はい、お店もやれない、音楽もやってたんですけども、ちょっと音楽の方も今はもうちょっと休養中です。まあだから本当にメディアによるバッシングで、そうですね、殺されてしまいました。でもこうやってね、出てくれたっていうのはね、はい、まあ、自分自身にはあまりやましいところがないっていうことで考えてる。もちろんですね、逮捕されてますけど、その逮捕されたことに関してはまだ未だに悪いと思えないんですね。その捕まったことによっていろんな方に迷惑をかけたりとか、まあ、法律違反をしたってことに対してはすごく反省してます。だけどこのタイマーを自分自身が使用してたことだったりとか、そのあんまりなんかこう何を反省したらいいのかがわからないです。モヤモヤしながら逮捕後は生活してます、うん、はい、世の中に何か訴えたいことがありましたら直接カメラに向かって。ああ、そうですね、僕は大麻取締法っていう、法律で、裁かれて、まあ、こういう執行猶予がついてちょっとこう動きづらくはなってはいるんですけども、この法律自体がちょっと僕はおかしいと思ってます。なので僕もそうですけど、みんなとこう協力しながらこの法律をどうにかできないかなっていうのをすごく考えてますし、行動していきたいと思ってます。そして僕の実体験も含めて、その皆さんにもこう共有していけたらなと思っております。はい、はい、ありがとうございます。なかなかね、こうやって声を上げる人っていうのは非常に今珍しいし、はい、まあ、それによってね、まあ、さらになんていうか傷口を広げるみたいなことに、ね、はい、なりうるかもしれないってことなんですけれども、こうやってね、まあ、勇気を出してわざわざ来ていただいてですね、はい、声を上げていたことを本当に感謝いたします、はい、ありがとうございます、ね、今後とも何卒よろしくお願いします、はい、お願いします。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。